これ断面は、ほら、あ、どうです、この断面を皆様に見せたかった。どうも、至高のリュウジです。ということでですね、もうすでに至高になっております。そして至高の僕が作るってなったら、やっぱりあれですね、至高のレシピです。今回はですね、至高のチャーシュー、僕のチャーシューはちゃんちゃんキャンちゃんなので、キャンちゃんに至高のチャーシューを、作り方すごい邪道です。邪道なんだけど王道というか、まあとにかくそういう作り方をしていきます。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、早速やっていきたいと思います。豚バラ肉なんですけど、今回のチャーシューは、だいたいね、赤身と脂身が 5-5 ぐらい、または、赤身が6で、脂身が4ぐらい、脂身があった方がトロトロになりますんで、そういうようなものを選んでいただいた方がいいと思います。これは非常にいい肉ですね。はい、でこれを使っていきます。今回はまずね、普通にお湯で豚肉を煮ていきます。ここに入れて、で これ水入れる、だいたいこれぐらいかぶるぐらい入れていただいて、これに火かける。この時に生姜とか、ニンニクとかいらないです。これ十分ね、臭み抜けますから、煮るだけで。沸騰したら蓋をして、蓋をしてから、1時間ぐらい煮ていきます。はい、じゃあですね、1時間半煮込みました。1時間でもいいんですけど、1時間半の方がトロッとします、プルッとします。1時間とか30分とかでもいいんですけども、1時間とかやるとホロッというチャーシューになります。これはでも好みです。これ弱火ね、蓋して弱火で1時間半煮込んだ姿はこちらです。余計な油分がもう出てるでしょ、これがいいんですよ。茹でた汁はね、豚の旨味も蓄えてますから、中華スープとか入れてスープにしたらいいです。バットに一回乗せましょう。でこいつはまあ別口でスープにしましょうね。スポーティーバッグに豚を入れます。お醤油なんですけども、 75cc たっぷりと入れておきます。はい、醤油とみりんは煮切ってくださいね。 25cc ずつ入れるんですけどね。煮切りは鍋でやってももちろんいいんですけども、レンジでやるのが一番早いね。アルコール大丈夫な人はこのままやってもいいんですけども、ちょっと煮切りましょう。2分ぐらいなら煮切れる。で待ってる間にハイボールを飲んで、飢えた心を潤します。で醤油だけでつけておくと、何時間も経つとすごくしょっぱくなっちゃうんですけども、煮切ったみりんと酒入れるからまろやかになるんで大丈夫です。600ワット1分半でよかった。煮切ったみりんと酒を入れます。味の素、なんで味の素入れるかって、これちゃんと理由があるんですよ。豚を水から煮てるんですね。だから旨味がちょっとね落ちてるんですね。だからここで旨味を補強してあげる。1、2、3、4、5、5振りぐらい。これでうまいチャーシューができます。最初からジップロックに入れて煮ればいいだろうって、そうしたら臭みが抜けないんです。好みでいいんですけども、おにんにく、これ半かけ分ぐらい入れてあげると、おにんにく、これでね、にんにく醤油漬けみたいになるんで、なるがうまい。にんにくちょっとやだなっていう方は生姜でもいいですし、タレになじませてにんにく醤油だれ、今回これで漬けていく。空気抜いてください、こうやってね。でそしたら最後に閉じていただければ、ちゃんと全体的に使ってるでしょ。これで大体ね1時間ぐらいつけておきます。はい、じゃあですね、1時間経ちましたので、早速お肉をやっていきたいと思います。素晴らしい、これが幸せだよ。これこう切りますか。1時間半煮込んだからね、すっごいうまいですから。あ、この全てを凝縮したような味がしますね。これちょっと世に出してまずかったかもしれない。うますぎるわ。ちょっとカッティングしていきます。ほら、スッといくんだよね、これね。ほら、ほら、これよ。このトロプル。トゥルー？ほらほらほら、これ断面は。ちょっとこういうし。ほら。あ、どうです？どうです、皆さん。この断面。この断面を皆様に見せたかった。これですよ。ほらほら、これや、やば。これやばいって、これ。
ちょっとね、漬けてあったからちょっと冷めてるので、人によってもうやり方違うんですけども、このままフライパンで炙って温めてもいいし、あのレンジにかけていただいてもいいです。これ焼いたらね、このフルンフルンがねちょっとねパリッとなっちゃうんで、今回はこのままちょっとレンジで温めます。ちょっと温めたいんで、漬け汁にちょっともう一回入れて、これで温めたいと思います。タレにつけたまんまちょっと電子レンジいきます。1分半ぐらいで結構温まると思う。わあ、いいですね。1分半加熱しました。これ電子レンジかのやつなんですけども、お皿とかならいいかもしれないですね。盛り付けていきたいと思います。うまそうだな、これは。この完璧な采配、完璧な盛り付け、全てがパーフェクト。世界はこの時を待っていた。香ばしさが出したいなっていう、この場で炙ればいいです。ここにからしを絞る。最後にかける。これ好みです。チャーシューで結構ね味がついてますから、これに混ぜるチャーシューある？いや、ないということで、至高のチャーシュー完成です。 OK、 はい、ではできました。いただきます。いいですか？今日はギネス。いただきます。じゃあ、いっちゃいます。いただきます。あ、うまっ。プルプルなんですよ、これ。で、ここにね、からし。やばい、これやばい。水で煮ることによってすっごくホロホロに柔らかくなる。塩分の入った煮汁で煮るのもいいんですけども、そうするとね、塩分がやっぱ豚に入ってお肉硬くなっちゃうんですよ。なんでこれ水で煮てから漬け汁に浸すっていうやり方やってる。まあうまいよこれ。からしの相性が最高。加熱が不十分だとこの脂身ってちょっとねコリッとして硬くなっちゃうんですけども、1時間半煮込んだおかげで最高にトロトロなんです。おー、これうまっ。うん、味変完成ジェネレーション。ネギです。普通の小ネギでもいいし、白髪ネギとかでもいいですけど、とにかくネギ言うてください。わさっと。ここに禁断の、はい、ラー油です。ネギラー油チャーシュー。人をダメにする。僕がダメになったらこいつのせいですよ。これネギもっとダクダクでもいい。チャーシュー丼にする場合はご飯乗っけて、ブルーラってこうチャーシュー乗っけて炙った方がご飯に合うかもしれない。炙ってチャーシューだらご飯にかけていただいて、少しラー油とネギを持っていただいて、あとね温泉卵をね、温泉卵を落としていただいて、それをこのチャーシューと絡めて、それでご飯を頬張る。最高の丼になりますから、これもぜひねやっていただきたいと。時間がかかるんですけど、手間的にはそんなかかってないですよ。今回はね本当にうまい。手間かからずにこんなにうまいチャーシューができるってこと、皆さんに見せつけたい。ドヤ顔したい。そのためにこの動画を撮っておりますので、皆さんよろしくお願いします。至高の僕が作るってなったら、やっぱりあれですね、至高の粒子です。至高のレシピです。